はい、今年度の広場の人たち、桑野先生に来ていただきました。こんにちは。こんにちは。桑野先生の今年の抱負は？はい、今年の抱負はですね、やっぱり1年目ということで、うん、まだまだ仕事の中でわからないことたくさんあるんですけれども、はい、先生方の動きをよく見たりして、はい、一つ一つ早く覚えて幼稚園の生活に慣れていきたいなと思います。はい。実習というかね、はい、アルバイトという形で、はい、2月ぐらいからだっけ、はい、来てて、どうでしょう、だいぶ進歩したなと思う。いやでもやっぱりまだ、うん、一つ一つこれはどうだっけなっていう疑問点とかもたくさんあるので、うん、それを今度はこれだってすぐにパッパってすぐ次の仕事に移れるようにしていきたいと思います、うん、はい、まあね、時間かかるかもしれないですけどね、慣れていってください。はい、はい、じゃあプライベートの方ではどうですか。プライベートではですね、私マーチングバンドをやってるんですけども、はい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 、それも仕事1年目で大変かとは思うんですけれども、うん、上手に両立してやっていきたいなと思っています。継続してマーチングバンドも、はい、楽器は何やってるんですか。楽器はちょっとバリトンっていうちょっと大きい楽器をやっているんですけれども、体小さいのにバリトンやってるの、いい筋肉を持ってるなるほど、半袖になると分かるので、あ、じゃあ夏が楽しいですね、はい、それでムキムキなの？ムキムキですよ、ちょっと想像つかないですが、はい、じゃあそちらの方も両立でね、はい、体疲れないようにね、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。